それではアニメ本編を振り返るこちらのコーナーに行ってみましょうアースヘッドラインまずは第4話「アルビオンの虹」のヘッドラインから回復系魔法ヘソフォルテ鉄平はキルトガングアマラとモコが基地内に侵入さあ第4話のヘッドラインご紹介しましたがこれこれ 明かりと大地がさ真面目な話をしてる後ろでずーっとピッツがさ急きゅう急きゅう言ってるんですよ実際これこの4話もう収録現場でみんなで見てたんですけど <laughs> あれうるさくないかみたいなザワザワするっていう <laughs> でそしたらこう音響監督が「これぞ五十嵐監督です」みたいなこの真面目な話をやってる後ろでピッツがうるさいねこのなんかアンバランスな感じが 井原氏監督ですみたたいなことをおっっししゃってましたあそうなんだっていうね見てる方の中にはあやっぱ五十嵐監督だねなんて思ってる方も多いかもしれないですよね <laughs> ファンの皆さんの中にはねそしてヘソフォルテも出てきてあれ前ヘソフォルテってどっかで行ったっけイベントとかで行ったんでしたっけイベントで行ったんだけど何のことやらなんだよね分かんなかったと思うんですけどやっとこの4話にてヘソフォルテが出てくるというこのヘソフォルテね俺正直さ へそフォルテっつってこうやってわーってやってグーニャグニャってやってる中の後ろのショットになった時のお尻の方が良かったなって思うんです絶対そっちの方がねまあいろんな人がいると思いますけどねえー、いろんな人がいると思いますけどバックショットの方が僕は好きでしたねへおへそよりもねまあだ大地君はねこうおへそ見てわーってなってましたけど今後もへそフォルテね,ね大注目ですからね 回復系魔法ってなんでさこれ明かりはさこの魔法とかそういうことなんだろうねこの辺はだから今度監督とかなんかゲストに来ていただけたならそういう話も聞きたいですよねなんで魔法少女ってずっと言ってるしロジカルロジカルって実際魔法じゃなくてねハッカーの実際の技術的なところですからねこ不思議な、えー、こ設定なんですけどどういうことなんでしょうかそして 今回の、そう。鉄平は、キルトガングだったっていうのが、この世まで分かったんですよね。いや、これびっくりですよね。俺、これなんかこう、あるんだろうなと思ってたけど、これだってしかももしかしたらちょっと、裏切りじゃないけど、寝返っちゃうみたいなこともあるかもしれないってことでしょ鉄平めっちゃ悩んでたもんね。どうすんだろう。っていうのが、第5話で分かりますんで。<laughs> <laughs> このね第5話がまたね面白いんだよねぜひ鉄平ファンの皆さんというかあの絶対見ていただきたいこれはね謎がここで一つ二つと紐解かれていくっていうところですねぜ是非5話よろしくお願いします